皆さんこんにちは。株式会社ソーイーチャンネルです。本日は秘書の引っ越しをね手伝うということでね、トラックを借りてきました。ありがとうございます。これでねサプライズで手伝ってくれてね、うちの店長のね吉川くんも手伝ってくれるってことなんで、はい、今からね4人で引っ越していきたいと思います。それじゃあ引っ越していくよ。もうこの足見て荷物が多いんだよ。荷物がねえ先輩、かなり荷物が多いんだよ。多分予想以上だな。荷物引っ越し屋に頼むレベルだよ。よし頑張るよ。頑張ります。はい。最後のソファー、最後のソファーね。オッケー、最後のソファーね。立てた方がいいんじゃない？専務の心地に立たんけど、ね、全部立てます。全部押してきてください。下で下もさすが最後のソファーごめんなさい、隣の家おっしゃいました。すいません。何にもなくなった。これねだいぶ綺麗になりましたね。すべてね、問題は寝室。寝室ちょっと前、あ、服がまだあるじゃん。服がこれね汚な何これ、汚すぎるでしょ。やばいんだけど、もう土足だもんねみんなね。汚な服が多いんだよ。あと服が服が多すぎるんじゃないの師匠。反省。もう断捨離した方がいいよ。断捨離してこれ。断捨離してこれ。じゃあもう下にも服がねめっちゃあるんだよね。そう。とりあえずこんな感じで今ね汚いのがね晴れしましたんでね。はい。はい。はい。これでこれで今からちょっとねトラックに下にある荷物をトラックに乗せて、はい、それで新しい新居の方に行きます、うん、行きます。だけど業者頼んだ方がいいよ。やっぱ乗せました。業者並みなんですけど、乗しただけで乗しただけでこの顔ちなみにね、ちなみに吉川がもう昔ね引っ越し屋でちょっとね手伝いしてたっていうことでね。え、そうなの？え、だからなんかプロみたいなの？え、そう一人プロだなって思ってたらよ。え、そうだよね。やば。ちなみにこのだけの荷物で2時間だそうです。まあ2時間なら吉川話したけど2時間ならまだいい方だ。そうですね。え、2時間かかった今？あ、そう。2時間ならまだいい方。ああ。またおろしが1時間半ぐらいかかるんで、はい、またねその引っ越し先まで行ってこれおろします。おろします。じゃあ行きます。今行ってきまーす。カラになったよ。カラにしてくれました。なんか痩せたね。え、多分3キロ、ね、痩せた気がする。ガリガリだね。出てないの。え、だってゆるゆるじゃんここが。困った。ね、ガリガリ。でもね、本当に吉川。え、本当に。もうプロがね。プロ、うん。できなかったね。プロでした。顔真っ赤だ。ありがとうございます。このトラックなんですけど、ASJ。これね、友達の会社なんですけどね、秋貞自動車整備さんですね。はい。これね、トラック貸し借りね、いただいた社長もありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね引っ越しの動画なんですけど、まあほとんどこれ短いんですけど、ちょっとね引っ越しが偉すぎて、引っ越し最中ねあんまり撮れなかったんでちょっと短くて申し訳ないです。はい、申し訳ないです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。それではチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。